はい、皆さんこんにちは。コミック TV 八木でございます。本日は映画やテレビで俳優が着用した時計にフォーカスを当てるアクターズウォッチシリーズになります。今回ご紹介するのは007ジェームズ・ボンドの時計、ロジャー・ムーア編になります。ぜひ楽しんでご視聴いただければと思います。それでは007ジェームズ・ボンドの腕時計、ロジャー・ムーア編をお伝えしていきたいと思います。ショーン・コネリー降板後、2代目ボンド、ジョージ・レーゼンビーの女王陛下007とショーン・コネリー復帰作の007ダイヤモンドは永遠にの2作を挟み、3代目のジェームズ・ボンド役に抜擢されたのがロジャー・ムーアでした。もともと原作者のイアン・フレミングは1作目からボンド役にロジャー・ムーアを推していたそうですが、別の人気シリーズ作に出演していたためオファーを受けることができなかったようです。ロジャー・ムーアはコネリー版ボンドのタフでワイルドなイメージを払拭するため、知的でユーモアのあるエレガントで軽妙洒脱なボンド像を確立しております。1973年から1985年の13年間もの長きにわたり7作品でボンドを演じることになりますが、これは歴代ボンド俳優の中で最多の出演回数となります。そしてクォーツショック時代が訪れます。ロジャー・ムーアがボンドを演じていた時代、時計業界史上の大きなターニングポイントがありました。世界初のクォーツ腕時計、セイコーアストロンの発売に端を発するクォーツ時計の流星と機械式時計の衰退です。クォーツ技術のパテント化により、70年代中期から80年代にかけ世界中のメーカーが安価で高精度なクォーツ腕時計を次々と発売し、これにより多くの機械式時計メーカーが休廃業を余儀なくされました。俗に言うクォーツショックです。時計には並々ならぬこだわりを持っているであろうボンドも、この世界的なトレンドの移り変わりには逆らえず、この頃からセイコーなどのクォーツ時計を相棒に選ぶ機会が増えてきます。それではロジャー・ムーア版ボンドの腕元を飾った時計の数々を見ていきましょう。まずは007、死ぬのは奴らだ。ポール・マッカートニー&ウィングスによるテーマソングも熱いムーア版ボンドのデビュー作、黒人犯罪組織の麻薬王という異色の敵役設定は、当時流行していたブラックムービーの影響と思われます。冒頭ボンドの腕には世界初のデジタルウォッチ、ハミルトンのパルサー P2 が付けられておりますが、この時計の選択にはショーン・コネリー時代とは全く異なる新時代のボンド像をクリエイトしようとする強い意気込みが感じられます。劇中で着用されたもう一本の時計はロレックス・サブマリーナ、リューズガード・ノンデイト、クロノメーターなしの2行表記からリファレンス5513と思われます。結局サブマリーナかよと思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、このリファレンス5513はただのサブマリーナではありません。アルティザンズ・ドゥ・ジュネーブも驚きのこの改造サブマリーナは、強力な磁力を発することで銃弾の軌道を曲げたり、鉄製品を引き寄せたり、ワンピースのファスナーを下げたり、またベゼルが回転のこぎりとなり手首を縛るロープを断ち切ったりと、スパイガジェットの魅力を存分に発揮した一本となっています。パルサーも改造サブマリーナもいずれもショーン・コネリー時代との決別と新時代の幕開けを飾るにふさわしい2本ではないかと思います。続きまして007黄金銃を持つ男。劇中ボンドが時間を確認するシーンでアップになったのはロレックスサブマリーナ、リューズガード、ノンデイト、クロノメーターなしの2行表記から前作と同じくリファレンス5513と思われます。時計の活躍するシーンがなく残念ですが、名優クリストファー・リー演じる殺し屋スカラマンガが持つ黄金銃のガジェット感を際立たせるため、あえてそうしたのではないかと個人的には思っております。そして私を愛したスパイ、イギリスが誇る超一流の諜報部員が成功のデジタルウォッチをつける時代がやってきました。クォーツ LC0674 は成功の時計が初めてボンドの相棒となった記念すべきモデルになります。成功 UK がタイアップを仕掛けたものとも言われております。ケースの12字側から、リボンに印字されたメッセージが出てくるギミックが楽しい一本です。続きまして007ムーンレイカー、
007シリーズで最大の問題作と言われています。映画スターウォーズの成功による世界的な SF 映画ブームの最中に制作された本作では、とうとうボンドが宇宙に飛び出します。本作では成功のデジタルクォーツ時計メモリーバンク M354 が核を積んだロケットムーンレイカーの発射台に閉じ込められたボンドを窮地から救います。ネタバレで申し訳ございませんが、これが007シリーズ初の時計爆弾ではないでしょうか。続きまして、007 Your Eyes Only です。カリオストロの城の影響ではないかと思われるシトロエン 2CV でのカーチェイスから始まる本作では、成功のプロフェッショナルダイバー 7549-7009 と衛星電話機能付きに改造された同じく成功のデジアナ時計ハイブリッド JET088 を着用しています。ガジェットとしての質が物から情報ツールへと変化してきましたね。そして007オクトパシーです。美術品に仕込んだ発信機を追うレシーバーとして成功デジボーグ G7575020 スポーツ100の液晶表示が使われ、同じく成功のテレビウォッチが空撮映像の確認に使われるなど時計が活躍します。本格的に情報の受信ツールとしてハイテクウォッチが使われるようになり、ワクワクするような未来感を演出しています。そして最後は007美しき獲物たち、ロジャームーア版ボンドの最終作、どのような時計が活躍するのかと期待していましたが、残念ながら今回は時計が活躍するシーンはございません。ボンドは成功のクォーツクロノグラフ 7A28-7020 とデジアナのハイブリッドダイバー H558-5000 を着用しています。まとめとなりますが、ロジャームーアがボンドを演じた1970年から80年代は時計業界的には機械式時計メーカーが大打撃を受けたクォーツショックの真っ只中であり、また日本のものづくりが世界中を席巻していた時代でもありました。その影響でボンドの腕元を飾る相棒も大きく様変わりしてきたことがわかるかと思います。しかしロジャームーア降板後の89年頃からボンドは再び機械式時計を相棒に選ぶようになります。これは80年代の終わりにラグジュアリーブランドや投資家によって機械式時計の価値が再評価され始めた時期と一致しています。このように007シリーズは近代の腕時計の歴史を映像で顧みることができる貴重な資料としての一面を持っています。007シリーズを機械式時計の衰退と再興という視点で見てみるのも面白いのではないでしょうか。次回は機械式時計の再興編として90年代以降の007シリーズを取り上げたいと思います。ぜひお楽しみに待っていてください。はい、本日の動画はいかがだったでしょうか。007シリーズは今後も続けて配信していきたいと思いますので、ぜひ、楽しみにお待ちください。コミット TV では高級時計にまつわる情報を毎日配信しております。チャンネル登録がまだの方はぜひ、チャンネル登録お願いいたします。この動画の内容がいいと思っていただいた方はいいねボタン、こちらもよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。